はい、工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。はい、また材料紹介ですね。これも生木でね、2年ぐらいは出せないなっていう木なんですけど、まあ、せっかく今入ってた状態なので動画撮っていきたいと思います。コブ木ですね。どうえらいコブっすよね。3枚本当はあるんです。はい、あの続きです。はい、何の木、ちょっと茶色いですね。何の木、最初写真で見た時ね、黒炭かなと思ったんですよ。でも違ってました。これね、アーモンドの、アーモンドって、あの、ナッツのね、ナッツのあのアーモンド、食べると美味しいナッツのアーモンド。あの木のコブ木ということです。はぁ、あるんですね。なんか面白いんでね、買っちゃったんですけどね。もう本当こういうものはね、珍しくて、もう本当いいねですよね。買ってしまったっていう感じです。アーモンド、どうだろう。これも2、3年後ぐらいの個展で出せるかなと思いますけど。痛い。めっちゃ痛いです。めっちゃトゲトゲ。痛いんですよね。はい、こんな感じで。アーモンドの木。そう。ナッツ系いろいろやりましたね。マカダミアンナッツもやったね。ピスタチオもやりましたね。あとなんだろう、カシューナッツとかあるのかな。まあでもとうとうアーモンドまで来ましたよ。まあ世の中いろいろ面白いものがあるんですね。まあこうやって楽しい、僕はめっちゃこういうの変わった木をやるのがね大好きなんで、ね、楽しいんですけど。はい、まあでも本当にまだね、今年取れたばっかりの、今年の冬切ってきたばっかりの木なんでね、乾きが早いのか遅いのかよくわかりません。まあ最低でも2年ぐらい寝かそうかなと思っております。はい、またそのうちね、作品になったら紹介してあのやっていきたいと思いますので、また楽しみに待っててください。よろしくお願いします。